ごと一発、今日はですねバンフォールチャンネルをやりたいと思います。でいつもだったら予想スタメンからやってるんですけど、予想スタメンを考えてる時間がちょうど電車の中だったんで、電車の中でね、いきなりキーパー川田とか言ってられないんで、ちょっと言えなかったんですけど、予想したところで絶対当たらなかったなという、難しいチョイス、怪我人がめちゃめちゃ続出しちゃってて、これはまずいなと。で、だけどね、一試合一試合もう今順位やばいことになってるから、どうにかして勝たなきゃいけないんだけど、今日は先発予想は分かった上でどんなサッカーになるかという、おさらいなんかをしていこうかなと思ってます。今は試合開始の30分前です。でここの場所がどこかって分かる人は、ヴァンフォーレ甲府サポーターなんじゃないかなとか思いながらやってます。じゃあキーパー川田、ここは安定ですね、よろしくお願いしますみたいな、雨の日なんで、弾道低めのシュートがボコスか飛んでくるとは思うんだけど、富樫だね、あそこはもうあと皆川か、そこの2枚は本当に高さもあり強さもありシュート力もあるんで、そこはしっかり抑えていってほしいです。そして、右2機、これは安定安の定ですね。で真ん中は近江か新井でしょと思ってたんですけど、ここチャタン来ました。この前の動画とかでもチャタンがそろそろ来るんじゃねえかとかいう、予想はしてたんだけど、前節ちょっと出たぐらいで、スタメンっていうのはもう本当何年去年出たみたいな、今年初スタメン、ちょっとやってもらいましょう。だから近江と新井のねプレーをね、チャタンに求めてもそこは違うんで、チャタンはチャタンらしいディフェンスらしい、タイプで言ったら新座と亮とか亮みたいな感じでそつなく、やってほしいかなっていう感じですね。で左レナと、2試合目だけど、ホームのね温かい声援を受けながらやってくれたら、問題ないんじゃないかなと。コセってそんなピッチ雨でどうこうっていう感じじゃないんで、ボールは走り続けるし、他の、スタジアムに比べて、芝いいんで、そんな足元でどうこうっていうミスはないんじゃないかなって、あんまり気にせず左の須貝と仲良く、左から崩していってほしいかなと思いますね。でボランチ2枚が、凪と山田みたいな、多分ボランチ秀丸あたりが怪我してんだろうな、多分な秀丸なんで、ここは凪にやってもらいましょう。凪の今日は縦につけるパスがしっかり決まれば、リラも長谷川も振り向いてドーンあるんで、やってくれるんじゃないかなと思ってます。ナギは縦のパスです。後ろに下げるパスとかイナス的な、そこら辺の個人の技術は持ってるんだけど、今日はもう後ろねえんだから、後ろは前だから、オミとかにパッて渡して蹴ってもらうとかそういうんじゃないんだから今日、自分がやんなきゃダメよ今日は。山田もそうだけど、山田も同じ、2人がどれだけ縦にリラに一発でトーンってつけられるかだから、ここが一番鍵になってくると思います。で右関口で左が、須貝、ここはやってもらおう。でここは何がいいかっていうと、もう2人ともアーリーが蹴れると、ここもう今日アーリー、もう雨の日はアーリー絶対そうで、関口がどんどん調子上がってきてるから、去年のようなね、走り回る、そしてキックの精度も高い関口が帰ってきてるんで、今日はアーリー、須貝もアーリー絶対アーリーで、そこに、長谷川と、取り替え絡みながらも、最終的にはリラがズドン、リラ行けるよ今日、行けるよ今日、行かないとまずいよ、で後半になってポイントになってくるのは、純馬、三平、あとブルーノ、ここら辺の3枚のフォワード勢が後ろ今日変える必要ないから、もう考えてないから、
うん、なんで前で前を変えて活性化させてみたいな。で純馬は今日は前回秋田戦でもあったけど、あのミドルだよ、ミドルの純馬、うん、中段道、あれねちょっとアウトにかかっちゃってたけど、あれね今日も打ってていいんだよ、お前なんだよあれが、中段道純馬、ミドルの純馬、これね今日すげえ期待してます。だからまあ点が動くのは後半かななんて思ってます。まあ、いいアーリー、そして後半から入った純馬のミドルの純馬、まあ、これで今日決まりなんじゃないかなっていう。まあディフェンス陣に関してはまあなんとかなるんですよこういう日って、うん、まあやっぱりここ何試合6試合オミにね頼りすぎたなみたいな、うん、あいつもちょっと疲れちゃってんだよね絶対に。なんでここはそこをもう2年も見てんだからさ、チャタンもさ、うん、やってやろうよ。まあ本当に彼はもう彼の一番いいところは平常心で戦えるっていう、緊張とかしないで入れるっていうのがすごいでかいと思ってるんで、まあそこがね、まあちょっと量とかと似てて、あ気にしないみたいな、まあそういう緊張とかしないタイプなんで、まあチャタンにまあ守りきってもらいましょう。チャタンスライとか高さとかディフェンスの部分に関してはすごいいいと思ってるんで、まあフィードがどうこうとかはまああんま気にしてない。うん。だけどないわけじゃなくてちゃんといい右持ってるから、俺それもチャタンの知ってるから、まあチャタンには今日はいい感じで、消極的なプレーが一番ダサいから、まあ、とりあえず一発目来たらとりあえず大きく蹴ってみるみたいな、雨の日これでしょみたいな、一回そこから始めてみよう、いきなり落ちてきたのを足元でつなぐとかはちょっとやめて、一回オミの真似して右サイド蹴ってみようみたいな、関口抜けろみたいな、ドコーンみたいなやってみて、それもそんなところも期待してます。まあ、今日ね初めて、自分も初めてのヴァンフォーレ甲府観戦なんで、まあ勝利の勝ち点3面3男になりたいんでね、勝ち点3男になりたいんで、うん、ポイント3ゲットして帰りたいと思います。今日ねこういう時間を与えてくれた奥さんありがとうございます。あとうちで働いてる従業員のみんなありがとうございます。感謝しています。サッカーが見れるのもまあみんなお客さんが来てくれたりもあるんで、まあみんなのおかげで今日ここに甲府まで来ることができました。皆さんありがとうございます。じゃあ今日は勝ち点3を掴んで帰りたいと思います。明日から、昼の11時から勝つ飛ばしていきます。5度一発でしと、うぜ、あ、そう、点は渋い10、劇的の10、純馬のミドル、お願いします。